男と女の観覧車65点。不倫願望のあるケイト・ウィンスレット、興行収入は赤字でしたが、ウディ・アレン監督らしい安定感のある男と女の話でした。1950年代ニューヨークのコニーアイランドにある遊園地が主な舞台で、問題だらけ、欠けたものだらけ、ケイト・ウィンスレットの一癖も二癖もある家族をベースに、あるかっこ悪い事情にて欲求不満、浮気したい、いつもと違った景色を見たいと願ったケイト・ウィンスレット、まあ、長いんでここからケイトと呼びますけど、そのケイトのある意味でのひと夏の経験の物語が展開されていきます。映画はケイトの若い不倫相手ジャスティン・ティンバーレイクの語りによって進んでいきます。最初はね、年上ケイトの落ち着きとだったりね、こう人生経験から来る余裕なんかに、ジャスティン・ティンバーレイクが惹かれて逢瀬を重ねていくんですけど、こうなんていうんですか、いろんな種類の家族の問題がケイトをこう追い込んでいき、じわじわ余裕がなくなっていき、ケイトが恋に悩むメンヘラ女に変わっていくっていうね、その過程が、大人のね、女性代表みたいなケイトがメンヘラになるっていうギャップがね、もうめちゃくちゃ面白くて、まあ、禁断の恋ならではの誰にも言えない自分の中に溜め込むことしかできないっていうね、そういう感じとかね、いいんですよ。メンヘラになってくケイトがいいんですよね。で、謎に絡んでくるね、ギャングとかもいて、109分、苦い笑いだらけでした。まあ、結末のあれをね、やっぱ観覧車と捉える監督の感性っていうのはやっぱりすごいですし、まあ、なんといっても、メンヘラになるケイトが楽しめる、ギャップブラックコメディ映画でした。